レコーディング、はい、
画面に映らないな。
この状態ですね。ベアトランスはここですけども、はい、ここで終わらないで、ここまで伸ばす。ベアトランスはここです。これをさらに肩を伸ばします。でも、構わないで。そのまま、掴まないで、パッと切りましょう。伸びて縮むところですね。こうしないで、本当にここでポンと落ちるだけです。はい。で、そうですね。で、伸びてるから縮む手を引っ掛けるんですね。ポイントは、この小指、薬指、中指、この第一関節、第二関節だけで引っ掛けています。スパン、伸びて縮むところ、こう、掴む手首で掴まない。はい。そうですね。この距離と、この腕の重みと、あとは、もう一つは、はい。この低さがあれば、はい。で、これが作りになるので、はい、それを利用して、というか、姿勢、そう。習うときに、そう、こういう状態です。骨盤を板前に残しておいて、どうしても、こう下がりたくなるって、そうなるときに落ちてくる。はい。ほとんどそうですね。はい。下がる必要はないので。やらないというか。で、これ、そう、全部でやろうとすると、全部の時に成功しようとすると、捕まらざるを得ないんですけども、いつもここから、ちょっと、叩いて離れる。そこに引っかかるだけ、なんか出てくるような形になれればいいので、全部で成功しない。はい。で、ポイントはですね、体操一人でやっていただくのは、この状態から、ぐーんと一回、肩甲骨を締めて、こう、伸びきるところまで。伸びきって戻る。伸びきって戻る。はい。そうですね。そうすると、相手は伸びきった時に引かれてると感じて、引かれてると感じた時には、自分ももう前に出てくることができると、時間差が。バレるって相手のギャップが生まれるんだぜ。そう。伸びきったところで、出てくるようなイメージがとても重要ですね。これがこう、ふっと止めてしまわないで、いっぱい伸びきる。そう。いっぱい伸びきって、足が止まらないと、こう、そう、テーマに。はい。そうですね。これ、全くねじらないです。引っ掛けてるだけで、ね。はい。で、萌さんにもこれ昔やってもらったことがあるかもしれないと思いますけど、手首を持ってもらって、結果前に手首を持ってもらって、手の力が何も抜けた状態です。ちょうどこれが上がるところまで、いっぱいになる。そう。この状態、本当にぐん、肩甲骨を締める。いっぱいになった瞬間、これを、まあ、一人での場合としては上げたら見ないですけど、はい、ここでぐーっといっぱいになる感じです。いっぱいになる瞬間にストンと落とします。はい。その時に肩甲骨をグッとします。はい。で、大切なのは、まあ、一人でやるときは両手を上げてください。両手を上げていただいて、肩甲骨をグッと締める。はい。そうですね。その分で、その肩甲骨が締まる分で、はい。で、一人でやれば、はい、ここなんですけど、相手がいるから、はい、締まった時に相手が思い切るときに、もう前に出ていく状態になります。そのタイミングが重要で、腕は何も使ってないです、ね。肩甲骨本体だけを使って。はい。で、なるべくいっぱいになったとか、口は、やっぱりこう、一直線になっているところがいっぱいです。こう肘が下がっているといっぱいにならないので、いっぱいにした状態。はい。これを、なんときにも、いっぱいになるところで、一回離れたところです。何かしにくい。はい。が、いいですね。そう。あとは、もう一つは、そう。アイアンマーチェンのことですね。はい。ここで、はい。この状態から、そう、下から持ち上げるような位置。で、やっぱりこれも自分で離れる位置。どう触れるか。で、触れたときに、触れたときに自分の足が止まってない状態でコントロールしています。それを触れて、掴んで、このどこに持っていっても自分が触れるだけなので、足を止めないで動ける。はい。こう挟んでるだけの状態になっている。そうですね。この持ち方が、この状態から下からこう、
少しでも下から上げて、この下から入って、こちらは手が届くさですね。はい。この手が向こうに落ち、この手が先ほどの逆回って落とすと、向こう側に落ちています。はい。これがこっちを押していくときに、これがこっちを押している状態です。はい。スーッと入って、で、相手を引き出す力ですね。相手を引き出す力は、自分が前に出てる。はい。決して後ろへ下がってないです。そうですね。そうですね。はい。腰は前に出るんですね。腰は前に出ておいて、はい。倒しながらします。はい。そうですね。こう、ぐーっと入って、一回こう、相手がいるから、一人でやるときは真ん中なんですけど、相手がいるから、これをこっちで、はい、落とそう、持ってこいと、腰が少しこう入った状態。そこで、前足重心だから、後ろ下がってます。少しここから、まあ、ぐっと落とそうとした、さっきの、こういう動作で、自分は真ん中でやってるんですけど、相手の思い分だけ自分は前に入る。前に入るから前足になるので、しばしばフリーになって、後ろ下がる。という形ですね。はい。で、これを取り方を変えると、そう、飛翔式になりますね。で、その時はですね、今度は、肘まで行かないので、肘まで行かないので、ここで処理をしたい。これ何の処理をしたいかというと、はい、この状態から、そう、自分の、ピラバラスまっすぐの状態で、自分の骨盤だけ角度が変わりながら、はい、少しだけ圧をかけた状態です。はい、少しだけ結構な状態です。はい、そういう。はい、少し倒しになります。で、これも引くんではなくて、伸ばして切り落としています。はい、そうですね、そう。まあ、いつもロープの腕はロープのように使ってます。はい。そうですね。そう。柔らかくて、なんとなく伸ばすときしっかり伸びてるかどうかで縮む。伸びてるから縮むという動作。それから、はい。で、何が伸びるかというと、やっぱり首から腕が伸びるんですね。はい。で、お腹を固定した状態で。はい。そうです。だいぶいいです。そうです。はい。伸びて、そう、伸びた時に、呼吸音がぐーっと広がって、縮む感覚。広がって、縮む感覚が。はい。で、構える時に、やっぱりこれがですね、前足で構えると伸びないんですね。なるべく、後ろ足の時に構えると伸びるくらい、ふっと止まった状態ができるので、そうです。はい。前足で行くと、重心が前に立って、もう一歩止まらないと止まらなくなってしまう。少し行った形になります。はい。で、そのリズムが、はい。イメージで、もう実際に崩すんだったら指を取った方が強ますから、まあ、17本ぐらいと指を反則、リーがあるとそう、なるべくこう、指の方を取れる。これをひねるんじゃなくて、切り落として指が取れる状態。はい。で、そう、さっきのこの像逆回った時もね、これと同じなんです。これはこれ滑ってる状態です。はい。そう、ですから、これを取って、これをひねるのではなくて、引き落として離れながら。はい、そうですね。状態で、この距離が前あれば、なんとかなる可能性があります。はい。で、もっとうまくいくと、はい。今度、これを取って、こっちに出せない。でもこっちはなかなか来てくれないですから、来てくれないときに、こう、置き方がありまして、今度何を感じるかですと、繋がった自分、そう、基本崩れるのは、膝の延長に肘が出た場合と、あともう一点簡単に崩れるのはこの内側です。何も中に肘が入ってきて、肘が崩れるので、そう、この固定ひねりの反応としても、置き方がね、倒しの位置。はい。そう。この位置です。はい。そこを、こっちの、はい、こっちのとこで見える。というような位置。その距離感と、あとは必ず自分が繋がっている状態ですね。さっきはそうなってたんですね。だから繋がった状態、上から押さえたり持ったりします。そう、繋がった状態。
が伝えれば、なさなった状態、柔らかくその腕は使わない状態です。で、かつ最初のフレームは伸び立てです。伸び立て縮むところ。はい。こう、伸びないところでガチッと掴まない。伸ばす、縮む。はい。そんなイメージですね。伸ばすのは、そう、肩が、そう。だから肩がぐーっと、そう。最初にやっていたので、この軸がしっかりある状態で、そう、幅が立たなくなっています。この肩が前って言いますので、この肩がすごく狭くなっています。かといって、半身になるわけじゃないです。半身になるんじゃなくて、しっかり、はい、ぐーっと肩が前に出せるかどうか。はい、そうですね。そうすると、体が多少、体幹はねじれているので、ひねっているので強くなります。はい。で、自分の方としてはそんなに簡単に構えないですけど、実際に技をかけるときには、ぐっとひねれるぐらい、状態ひねれるぐらいのところから、はい、抜けるところで技をかけた方が、はい、試合では伝えるし、それ以外はみんな力技なので、一番遠くでできるところでやりたい。のがイメージですね。そうですね。はい。これができると、この手だけで、はい、このまま、はい、言おうとしておいて、ポイントは腕は柔らかくして足が止まらない。で、自分の体重をシュッと。というような感じで、そうですね。まあ、自分の距離と自分のこの腕の重みだけでってしても。そう、4キロぐらいの重みがストンと、それも向こうへ行くんではなくて、伸びて縮むところでその4キロは抜けられる。はい。で、前足中心させておいて、はい、つながります。で、自分の体重を、そうですね。自分の体重自体を、そう、振り子の重いように使います。最初はこの長さがありますけど、この長さの半分に消して、この長さを消してしまって、はい。そんな形です。そのためには、なるべく、ここを締めたいですね。ここを締めたいので、頭を出さない。しっかりこう骨盤から入ってます。はい、そうですね。で、どうしてもイメージが、こう行って最後頭を前に行っちゃう。頭を前に出ないです。頭を一緒に残った状態です。はい。そうですね。で、これが、最初にやっていただいた、この、こういう、いつもこういう姿勢を使って、この膝が違うだけで、いつも体幹はこう使って研究してしまう。はい。この状態。はい。右になります。そうですね。はい。展開のメニューも、はい。展開のメニューも同じで、ね、この状態かな。はい。で、回るときもですね、つながって、このときは、はい。横に腕を抜けてください。で、一人でやるときは、この軸で回っていますけれども、相手がいるので、それ自身はここへ持ってきている。でも相手がいるから、そこへ来ないで、これ止まってしまいます。でも、骨盤は止まらずに回っています。そうすると、回るのは、こちら外側の、この軸にして、回った状態になります。はい。まあ、お一人でやるときは、その無理にやる必要はないですけども、まっすぐ、はい、胸を張って回る。もう実際は相手がいるから重いから体側が軸になって回ってくることです。そうですので、やっぱりこうはイメージこう上げないで、後ろをどれだけ肩から離せるか、腰を使って腰を、はい、後ろどれだけ離せるかになる。と、柔道だと道具を持っているので、この状態から。この長さを消して入りたい。はい。はい。そのためには、そうですね。はい。この状態、いっぱいにしたところ、いっぱいにしたところです。で、この緊張力が保った状態で、さらに、はい。そう。この反対はこちらです。縦ができて、入ってくれたら、はい。大丈夫ですか？はい。はい。そういう状態で、その対策をしっかり伝える。はい、そうです。で、あんまり入っていかないです。残るから、はい、動けますね。
はい、と引き続き止まります。はい、そうです。はい。そうです、そうです、そうです、そうです。入って次になるべきの入ってきます。はい。あ、そうです。それで柔らかい、しなやかな手になります。はい。そうですね。で、今、そう、森さんがやってる、その手は、その手は、ここでこういっておいて、今年の時に使ってる腕で、伸びて、縮む状態。この状態から、はい、こう入って、はい、これをずっと締める。そう、いつもこういう姿勢になります。こうならないです。はい、そう、腕をやらなくて、はい、で、やっぱり最初の段階でこう、あ、だんだんと上げるイメージになる、上げるようにして伸ばしますね。伸ばしたら縮むところでいきます。はい、伸びて縮むところ、伸びて縮むところ、はい、伸びて縮む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 、ぐんと縮む。なんか大丈夫です。はい、そう、しっかりこの手も、そう、肩甲骨を開くように、開くように伸ばします。片手でやるときにも、そうですね、開いておいて、ぐっと縮みます。はい。肩甲骨をぐっと開いてて縮める形。はい、そうです。その時に、こう止まるときなんですけど、この止まるときはすぐ、こう流さないで、お一人やってても、しっかり骨盤をかかとの上にも止めれますね。ここでしっかり骨盤を止めておいて、と打ち出す。はい。という風に、その自分が、これもただ落ちる力です。この重心がそっと一瞬落ちる力。はい。決して引いてるわけでもないし、一瞬下がってるわけでもない。落ちる力です。縮む力と落ちる力。あと、その瞬間に自分が次に動ける状態を作る。はい、そうすれば、こっちに引き出す力、引き出していなかったら、ポンチを垂れれば、前落としの状態になります。前落としの状態が低い。そう。前の瞬間に自分は位置を変えられる。前の瞬間に状態。ということで、取った位置、ここを変えるんじゃなくて、普通はそのままで自分の位置が変わってくる。はい。だから、あとは自分の位置を変わってくる。そして、ひねるんじゃなくて、こう、体の状態で、こう、自分の位置が変わるような。はい。それから、お願いします。それも。はい、腕を柔らかく使っているの。何やってるか分かる。やりすぎてダメなんですけど、そうです。はい。最後、引き落とし的な形で、背負い上げっぽくいきましょうかね。ポンと引き落としながらいきます。この時ですね、こういってお腹で近づいたら、近づいたら、引き落としだったら、この状態ですね、この状態で、後ろ足がストンと向きます。はい。はい、そうです。ストンと。はい、で、中下がり骨盤を少しこう寝かすと、また下がるので、起こした骨盤を寝かす。起こした骨盤を寝かす。はい、そんな形になります。そうですね、後ろがちょっとこう、外にこう上げすぎる感じなので、もっと真ん中でまっすぐこう、ひねろくしながら、まっすぐ前に伸ばして配置します。まっすぐの前に伸ばして、近づいてしまう。そう、そんなイメージがいいですね。はい。そう。肩関節、肩甲骨をしっかり伸ばす、縮む、伸ばす、縮むという。はい。そうですね。あとはお腹はいつも伸ばしておきます。で、ポイントは、この、ももの一番上とお腹の一番下をしっかり伸ばして、つないでおくんですね。ここら辺。動いてる、伸ばそうとすることによって、バネの状態が、脚力が使えます。はい。そんなイメージです。まあ、最後、整理体操代わりに、そう、手を肘と肘を交差させていただいて、この肘を上げます。で、頭の上まで。はい。ここまで肘をぐーっと、ガヤガヤ、これ肩甲骨が動いてる。勝手に作られます。で、なるべく後ろで肘が落ちてくる状態です。はい、あ、ほんとに柔らかいですね。はい、柔らかいです。はい。そうですね。で、こう、組み合わせるときに、必ず取っていた方があるので、反対も組んでください。
そうです。で、腕が上がるときは、こう、お腹で、やっぱりこのお腹で、お腹を伸ばすことで腕が上がってきます。はい、そうです。しっかりですよね。本当に。これもまあ、これはちょっと違います。バタフライ。後ろで動かしてることをしながら。はい、そうです。結構弱します。いつもこんなの発生は大体時間なので、いつもこんな感じでやっていて、この時間は普通は英語でやるんですけど、今日は日本人の方しかしなかったから日本語だったので、はい、たくさん説明しましたが、普段こんなに説明を開いてやっています。あと、いつもこの4時間の時間は、コノマさんは87歳になられたんですけど、コノマさんはいつも参加してくれるんですよ。で、コノマさん、背の高い、はい、87歳で参加されていて、いつも荻窪に来てた方です。はい。はい、そんなのもやっています。ので、まあ、毎週やっていますので、よろしければご参加ください。はい、一応時間なので、今日はここまでにさせていただきます。ありがとうございました。